こちらの作品が、本年度の検定の対象作品です。これは本年度工芸部門に出品された一般の方の中で最も高い評価を得た作品を5部門、日本画、洋画、彫刻、工芸、書、この部門の中で最も優れたものに与えられた全体におけるトップの賞でもございます。この作品は4枚の飾り皿、世界美女という題名がついております。基本的には、蒔絵の技法を非常に丁寧に駆使して作品に仕上げたものです。この作品は見る人が瞬間的に心を奪われてしまうような美しさに満ちているところが特徴だと思います。大変に世界美女という、例えばこちらクレオパトラであったり、あとヘレネというように、中国であったり日本であったりというふうに、作者の制作に対する思いを、非常に面白い、作者自身の感性に合わせて作品にしている、そういった部分が全体を通しての1位という点に評価されたものというふうに考えております。一つ一つの作品の技術も大変高いっていう点も評価されたと思います。以上です。ありがとうございます。もう本当に嬉しい気持ちと、あとこの作品はちょっと自分一人だけではうまく完成できなかったところもあって、その会津の方々の支えてくださった方々や教えてくださった先生、私を支えてくださった皆様のおかげで受賞することができたので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、この4つのお皿は、そうですね、蒔絵のいろいろな技術を取り入れているんですね。一つの技法ではなくて、いくつかの技法を合わせて組み合わせて作ったりしているので、そうですね、そのこうどのように組み合わせてやっていくかっていうところがすごく大変だったことと、あとこの小野小町のお皿は研ぎ出し蒔絵の技法を使っているんですけれども、このこう金の粉をまいて、その後こう墨で研いで最後艶上げするっていうような、すごく大変な工程があって、その研ぎ出し蒔絵が一番難しかったところですね。大変でした。はい、このお皿一つ一つにはその世界の美女をモチーフにして一つずつ作ってるんですけれども、その美女を表すためにその人間の形で表すのではなくて、その一人一人の女性の、そうですね、好きなものだったりとか、そう小野小町だと髪の平安時代の女性の髪のモチーフなどと組み合わせて、そういったところを人の形ではなくてこういったモチーフで表現するところに気合を入れて頑張って作り上げました。
そうですね、この美術展は見せていただいて5つの部門ですね、5つの部門があると思うんですけれども、すごくこう皆さんの個性が光る作品がたくさん見えまして、とても素晴らしい展覧会だなというふうに感じました。まだまだちょっと会津漆器の技術後継者訓練校を卒業したばかりで、まだまだ未熟なんですけれども、今後さらに先生に、そうですね、蒔絵の先生に弟子入りをしていますので、しっかり頑張って技術を磨いていって、世界の皆様やあと若い方々にも使っていただけるような漆器、会津漆器を作れる職人になりたいなと思っています。この私がこの会津塗を学ぶために福島県にやってきたんですけれども、身内がほとんど福島県にはいないんですが、とても皆さん福島県の方は人柄が良くて、すごく優しく接してくださって、とても住みやすい福島県だなというふうに、住みやすいところだなというふうに感じています。こちらの作品ですが、日本画部門の最高賞、そして県展の全部門でね、準大賞を受賞した三宮郁也さんの雪晴れという作品です。この作品はちょっと見ていただいて分かる通り、もう非常に雪とこの干し柿のですね、バランスというか絶妙なバランスを醸している作品だと思います。デッサン力、そして技術力、構成力ともに優れた素晴らしい作品です。雪が止んでね、少し影がついてまして、またそのあちこちこうブロックの跡からちょっとこう覗く光などを見るんですが、細部にわたってですね、観察が雪と言ってまして、素晴らしい出来栄えになっております。この柿の色合いもですね、本当にこう何と言ったらいいか、もうすぐ食べたい美味しいような作品ですね。もう本当に絶妙なバランスを、雪とのバランスが出ていると思います。で、素晴らしい作品だと思います。ありがとうございます。一応題名が雪晴れという冬の季語なんですが、一応コロナ退散というか、そんな願いを込めてということで、早くコロナがなくなって雪晴れになって、我々も十二に出歩きたいなというような感じです、はい。やっぱり遠近感、手前の干し柿と向こうの建物、はい、あとやっぱり先ほど、先生からもお話がありました、この光の影、その辺をいろいろと工夫しまして、はい、やはり県の、最高の展覧会ですので、ちょっと私昔やってて一時休んでた時期がありまして、で県展にぜひまた応募して、コロナで私自身が引きこもりというか、でこれがその感じなんですね。手前にいる私がいるわけなんです。で早く雪晴れになって出ていきたいということで、そういう思いがあって県展の方にも出して思いっきりこう自由に動き回りたい
というような意識がありました。はい、まあ準大賞でしたので、できれば準がなくなるようにまた努めたい、まあできるかどうか分かりませんが、精一杯頑張って来年また挑戦したいと思います。